向を変えるぞー。うわなんだこいつ急にガノン乱闘か。私は気づいてしまった。ガノン乱闘こそがこのゲームで一番面白いものだと。もうごちゃごちゃしててよくわからんぞこれ。じゃあまあ私に P だからそれだけ見てもらえ。あぶねしまっ。もうすでに2回戦から出てるの怪しすぎるんだが、大満と違いそこら辺どうとでもなるのが魔王乱闘の醍醐味くらえ。基礎か。二人とも落とされてて笑う。瞬時に手をくに復讐する。復讐することに成功したわ。反転魔人権食らったがレーパーで助かったぜ。よーおー意味でドラオジ振り回してんじゃねえ。なんとか窮地は脱したか。そうあの 3P が大暴れしてるわ。あの人メテオ精度が高すぎるぜ。なんとか私はメテオされずに済んだわ。大上で魔人権合戦が始まる。あここ基礎してるぜ。一人即死したぜ。はかなっきり様は魔王のごとし。ここ3人から同玉のりを得ることだが、中央にいることは避けなければいけないからね。ほれー続いてシラガノンも慌てる。追い出したぜ。神明外れ。しかしガノンプレッシャーにより回避を誘発させたわよ。どこまで正解かわからんけどな。まずいぞ。ここ帰れるかが停止を再あかん。無理に崖外魔人権食らってて笑う。次はタイム制アイテムチャージ切り札ありよう。倒さないといけないから逃げが成立しないし、最後までわちゃわちゃ戦えるからお祭り向きだぜ。あぶねえ。スタマからは何が出てくるか。ここからアイテムでどう変わるか見どころよ。アシストフィギュア出たぜ。キャラガに加えてフィギュアもゲット。レトログミ2つは今一瞬で倒されかねないぜ。まあひとまずギャラガで一体キャッチできたから。ちょうど一人の魔王が点へ連れて行かれたぜ。よーし1ポイントゲットよ。じゃあ今回はえらく調子いいな。そりゃあタイム戦はガンガン攻めに行かないといけないからね。ミサイルが落ちてきてきた。衝突に落ちてくんじゃねえ。メテオやギャラガンに夢中でロケット撃てないからだぜ。しまった。上島大吉とかのみ投げないからだぜ。いやお相手さんのレバガチャが早いからさ。タヌキ尻尾つけたおじさんが可愛い。ここで各位チャージ切り札が溜まってきたぜ。ほらくらえー。タヌキ切り札ったぜ。よーし1切り札で手がたく取り撃破。中小の 2P も巻き込めば理想だけどよしとしましょう。次々と切り札に手を決めて。手の人権食らってんじゃねえ。あんな切り札、と煙玉で見えるわけあるかー。そして台上には2体の切り札だのん。あぶねえ、まだダメージいくって。受け身、無茶言うな。初めのメテオで取っただけマシと思えで、なんでさっき出したやつも落ちてるんだよ。なに光栄じゃねえか、そんなの。ゲット持った 3P だのんが下に避難するぜ。そう、アルジエが働くわね。何の意味もない。ゲット燃料切れで笑う。じゃあしかしにピーハネ失脚で倒してレイムのポイントだぜ。よし実質相手の切り札を強消しにしたわね。お相手魔法のツボったぞ。これであの強力無慈悲な壁も防ぐことができるのだ。それよりカシャンカシャン撃っていなおい。よーし撃って切ったわよ。ドラオジも難なく受け止めるぜ。三人の魔王様魔人戦構えながら飛ばされて笑う。何も当たってねえ。命がけで何これ。なんでタイムアップに合わせて全員飛び込んでんだよ。しかもそれで勝てなかったという現実。とんだ口先男だな。終わってない。まだガノン乱闘続くぜ。次は強制スクロールステージよ。まああた地獄が始まりそうなステージしてんな。おいユニバのニンテンドーランドも開演されたし予行演習行くわよ。こんな筋骨悠々なおっさんたちがはびこるところじゃねえ。ほらもう一人親父追加じゃ。まああた半裸で刀振り回すやべえやつだったぜ。ナイス画面外までよく運んでくれたわ。スターリングが出てきたから注意しろよ。あれ絶対当たったら外に投げ飛ばされるやつじゃん。でたたたた。そこで蜂も大群が襲う。やめろ。ストップストップ長くて流されるんじゃ。あぶねえ。しかしここでも蜂が出ますぜ。そこに無慈悲に襲いかかるドラオジ。まず振り回してた人が背後を切られたわね。これはひどい。ブーペおじさんが横スマ振り回しという正規マスと化しているわ。まあお前も危ないけどな。やめろ。やられてしまったぜ。やったぜ。ステージの移動に追いつけてなくて笑う。姑息な手段で打利益は決して身に残らないものよ。絶望にそれっぽいこと言うなよな。しまった。そこ総裁するんかい。ステージ全体の火力が高すぎて何もアシストが粉砕されるの面白すぎる。下手すると特権稼がれる厄介者になるからな。あかん、これ無理だろ。まあ今のは仕方ない。多分ハンマー避ける宮殿にやられた感じだしな。おい、そう聞くと腹立ってきたな。時間差でだんだんムカついてきてんじゃねえ。
危ない危ない、待てー、助かったんだ。すかさず無慈悲のドラオジ迎撃が入る。自走でー、くおー、この混乱に乗じて一気に稼いだるわー。一応二人ヒット。そうなのよ、このネズミはポケモンは無敵だから強いよな。あっしゃー、マルマイン出たぜ。いいものは、なんでお前らマルマインにこぞって集まってんだよ。全員が全員マルマイン投げることしか考えてなくて笑う。しかも至近距離で集まってるから全員ヒットぜって言うな。危ねえ。しかし投げたのは私だからポイントは荒稼ぎよ。結果1ポイントしか稼いでないんだよな。じゃあ待て待て、落ちる。案の定横スマ食らってて笑う。簡単ですか。それじゃあ次行くわよ。今度は普通の乱闘だが、全員ほぼ重量級な。開幕引きずられてて笑うんで危ねえ。リットが予想以上に危険だわ。他のキャラはみんな復帰力あるから注意するんだぜ。ほら、そこら辺に即のわらじを履けると思ったら大間違いよ。ルノアラが出てきたぜ。ひとまずボンバー確保。発射。後ろから撃たれただけで笑う。結局爆発は何も食らわなかったしな。くらえ。フェアデブが二人乗ったら一瞬で落ちるわ。魔王はデブじゃねえ。あのメタボは兄さんと同じにするな。それより気絶状態どうにかしろよ。あ、アベネ手榴弾がなんとかしてくれたわ。ワニに2連続バーストされるところだったからな。はじめ一応加点されたのはリドリーだからセーフ。そういう問題じゃねえ。クルールが植木鉢に閉じ込められたぜ。しかし今がチャンスよ。容赦なさすぎて笑う。溢れる。一人逃した。手榴弾の爆発でスネークは逃れることができたぜ。運もいいやつね。しまった。あ、これはスネーク行ったぜ。行っちゃったんですかね。そうだ、ノイが地面に定住する仕組みなら私が仕留めてたのに。今レイムとリドリーで点数は互角だぜ。あのプテラノドンを仕留めてゲームセットで、いたたたたたた、神様がお邪魔しますよと。チェストーレー、リットに連れて行かれてて笑う。そいつもこいつも私の邪魔ばっかしおっておん。あ、これは時間が足りんな。切り札演出中は時間止まってくれー。これー、惜しい。ボム兵も1秒足りなかったぜ。なんでや、ギミックで2回やられてバーストも2回逃して私は悲しいぜ。まあ最初の落下時は完全にお前の落ち度だからな。てかなー、久しぶりに乱闘してみて感想はどうだ。勝ち負け云々は置いといて、やっぱギミックアイテムありでワイワイやるのはめっちゃ楽しいわね。知ってる人ならなおさら。やっぱスマブラは愉快なパーティーゲームなんやなって。このゲーム愉快なパーティーゲームを考えて想定して作っているものなので。